待たしたな。ということでこちらね、新バージョンです。まずこちらのねエリアを消しますね。はい、653と言いますね。はい、そこに金額を書いてたら当たりといいます。なるほど。じゃあ1から、はい、なるほど。3に金額が書いてたらそれは当たりだということですね。で5を削ったら、はい、で一発削ったから、はい、これ分かってんねんけど、はい、これ3個と3個やん、ね、3個と3個絵柄が3、はい、数字が3やん、ね、なるほど。だから2削って、うん、まあ数字出てくると思う。おお、出ましたね、うん、数字出てきますね。これが数字やったらもう外れです。なるほど、もう外れです。あ、そうです。はい、わかりました。はい、ルールわかりました。逆から削ったろうと思って。なるほど、うん、この場合は145ですね。はい、145で当たりますからね。うん、何やと思う？これ3やと思う？9やと思う？ないね、2です。おお、びっくりした。ドキッとした。外れ。もうかー、外れ。外れですね。楽しいね、楽しいね。はい、今回は245ですね。あ、6か3か来たね。当たり入ってんすか。200円以上当たったことないだろ。でこれ当たったらもう一発で終わり。終わり。毎回毎回1000円払ってさ。え、うわ、このパターンあるん？2個しかないパターンよ。え、俺の法則が崩れている。ってことは56、56マーチです。逆にこれレアなパターンなんちゃうの？なんか当たんちゃう？うっ、あっ、うっ、あっ、うっ、あっ、来た。5000円。よしよし。でもまだ終わりじゃないんです。あ、これ半分ダブルチャンスとかないの？ないみたいですよ。ちょっと当たっとるやつね、これ。レアパターン、レアパターンが当たれば。そうですね、俺の読みが的中しましたね、うん、これはですね123。ダメ。少しだけ回収できましたよ。でもまだ終わりじゃない、早くやめたい。ありがとう。じゃあ深田さん、今日当たったということで締めてください。ええ、もう閉まったやん。チャンネル登録するのが